はい、アサシンクリードオデッセイ続きやっていきたいと思います。前回パートのあの女を探しておの続きをやっていくんだけど、おっと、なんか今ちょっと音が鳴ったぞ。今ここにいます。で、今ね、このアスクレピオス神殿のあのロケーションファストトラベルできるようにして、ここのハテナも気になるけど、こいつ無視してとりあえずここチェックして、ここのロケーション確認して、ここをね、発見したらこちらの方に飛んで、ファストトラベルで飛んで、アフロディーテ神殿のクエストをね、進めていこうかなと思っております。まあ、とりあえずあそこ登ることだよね。で、前回パートからちょくちょくね、レベルも1個2個ぐらい上がったのかな。時間は結構経過しております。よし、行きましょう。いやー、だけどね、アフロディーテ神殿のさ、とこが結構ね、敵いっぱいいたよね。それがすっごい気になる。よいしょ。おいしょ。いやー、質感とかすげえよなー。よし。いやー、ここも来るときもすごいさ、まあ、景色的にはもう地続きで、すっごい広い街だからね。近くにいるけど関係ねえよな。で、次はそのまんま、ここだな。となると、こっちになるか。よし、こ、行きましょう。逆方向に向かってるしね、傭兵は。追ってきてる傭兵は。よし。バキッと行くぞ、普通は。この辺がすごいいいよね。オリジンと違って。はい、じゃあ次のロケーション行きましょう。まったく厳しい警備だな。無視無視無視。まあ、この辺は録画外で行きます。バレた。むしむしむし。飛んでこない？オッケー。よしこう。ん？まだ追ってきてる？で、次は何でしょう？港の方だからもしかしたら海賊の根城的な。今ピキンって言ったけど、まあいいか。さて、なんかすごいぞ。海こから攻め込まれないように。いや、 H か。うん、まあこれもいいとして、おい、じゃあ行きましょうか。こいつも殺すそうだな。さて、ドキドキするぞ。なんか前回パートの記憶では少なくとも10人はいたからね。どうなることでしょうか。はい、一応確認しよう。うん、あそこにいるのか、ボスは。目的地はそこなんか。これ襲ってくるかな。いける？一体何様のつもりだ？止めなくては。殺すか。ほい。ふい。これがちょっと若干使いにくいよな。
皆殺しするか。始末言うてるしな。いける？間に合う？ちょっと強そうなやつだな。ちゃんとさ、敵調べてなかったよな。何者だ。なぜヘダイラを探してた。あとなんか いるぞ。あいつら神殿をまるで自分たちのもののように扱ってる。盗賊ばかりでヘダイラはいないか。ヘダイラ。ヘタイラは賢いんだ。客を一目見て金目のものを奪われてるって気づいた。ほう。コリントスじゃ商人の手下は避けられない。うん、注意しておこう。やつは金に目がないんだ。なるほど。それと権力にも。もしそれを持ってると気づかれたら一巻の終わりさ。商人はコリンティアの悪党なのか。闇市場の黒幕さ。片手は金を求めて開き、もう片方の手では武器を握ってる。やつはドラクマと血に飢えた怪物ってことさ。ふん。そいつはヘタイラを追ってるのか。金のために。そう、ヘタイラは大金をもたらすから意のままに従ってるのさ。盗賊も彼女たちを襲った方が儲かる。なるほどな。ヘタイラを知ってるなら暗操作のことも知ってるだろ。探してるんだ。いろんなところにいるらしいけど、俺は見たことがない。でもあのヘタイラには全てが見えてる。山の下にあるペイレネの泉のそばで集まってるのを見たことがある。そこで客と会ってから秘密の場所へ連れてくんだよ。ほう。次は家からアフロディーテに祈ることだ。さて行きますか。まあ結局これをやらないといけないのか。殺しちゃうか。ちょっとクマ連れてるこいつ。うわーうわーうわー、めっちゃ引き連れてる。ダンジョン他はないかな。うん、あそこのとこから入っていけるっぽいな。まあこの辺は後で来るとして。うわ戻ってきやがった。さて殺しますか。とりあえず29ね。うわ、溜まってなかった。行こう。うん。さてさて。気をつけよう。俺を警戒してるはずだ。こっから入れる感じか。で、ここはさっき言ってたとこか。長くはかからないはず。いえ、絶対かからない。ああ、ようやく来たわね、アレクシオス。おお。なぜなお。彼女がそう。あ、そうさよ。アフロディーテ神殿で礼拝者を助けるのを見たわ。私たちは友人になれそうね。聞いたかイカロス。彼女は目もいいらしい。他にもあなたを褒めてた人がいるのよ。驚いた。ホイベ、アスパシアの仕事、任務があるって言ったでしょ。なぜここに。コリントスは危ないのに。あなたが来るって伝えに来たんだ。アスパシアに死者って言葉を教わったんだよ、私のこと。それでアレクシオスと私は会えた。ね、簡単だった。私、力になれるよ。これについては後で話し合おう。私の雇い主はアスパシアだもん。それなら仕事で忙しいだろ。
中に入りましょう、アレクシオス。見られるかもしれないわ。まあそうだな。ついてきて話をしましょう。私もいい？黙ってるならな。さてさて、どうなる？ムービー入んのかな？入ってるね。誰に聞いてここへ来たの？アルキビアですから聞いた。ああ、あいつかーって。それで？スパルタ人の女性を探してる。だいぶ以前にスパルタを出たミュリーネと名乗ってた可能性がある。誰それ？母親だ。お母さん？いないでしょ。マルコスは自分が育てたって。黙ってろと言っただろう。なるほど。いずれ答える時は来るでしょうけど、今じゃないわ。なんだよそれ。いずれ話してくれるなら今はそれでいい。信じてちょうだい。信頼がなければこの地位にはつけないわ。約束は守る。アレクシオスも信頼できるよ。遊びに行ったらどうだ、ボイブ。暗操作と話が。別にいいけど。取引をしましょう。私たちが強くなるのを手伝ってほしい。コリントスから永久に商人を消し去れるほどに。単純な取引よ。いいだろう。賢い決断ね、傭兵さん。賢くなければここまで来られなかった。賭け時はよく分かってる。じゃあ取引よ。お、さて、商人のことは知ってる？チラッと聞いたけどな。礼拝者の話では注意しておくべき男だと。そうね。被害者たちはその点で後悔しているはずよ。私は警戒してる。なんとか持ちこたえてるってわけか。よくやってる。今のところはね。でも奴はならず者を大量に雇った。町で人を襲ってるの、私たちを含めてね。ヘタイラを殺してるのか？殺す？そんなことは許さないわ。でもそうなる前に行動を起こさないと。助けを必要としてるのは私だけじゃない。ダマリスやイリナも苦しんでる。証人絡みか？おそらくね。彼女たちを助ければ奴が苦しむことになるはず。ダマリスはここの泉のそばにいるけど、イリナはベレロフォンの庭園に行ってるわ。おう。イリナの問題とは？行方不明になった別のヘタイラ、クレイオを探してるわ。私は忙しくて手伝えてないの。誘拐されてんのかな？ダマリスは何か言ってたか？詳しくは聞いてないけど、彼女の懸念はよくわかるわ。何かがおかしいの。人質を取られてるとか？やれることをやる。よかった。商人は主に武器の密輸で稼いだお金で手下を雇ってる。特に今は供給先になる戦争が起きてるからかなり稼いでる。なるほどな。商人の商売を邪魔すれば手下たちは食いぶちを失うわけだ。その通り。レカイオン港にある奴の倉庫へ行って積み荷を焼き払って。すべてよ。あとは混乱に任せればいい。オーケー。儲け口があるのになぜ貧しい人々を襲うんだ？やり方はどうあれ金は稼げてるんだろ。密輸は隠れ蓑で裏で奴隷を扱ってるの。罪のない人たちよ。奴の手下は灰にしていいわ。奴の収入源を焼き払えばことはただじゃ済まないぞ。あなたが持ってる力を見せつけてやってほしいのよ。暴力に訴えなければ奴は決して理解しない。まあそういう人種もいるからな。そういう奴がたくさん知ってる。それじゃあ倉庫を灰にしよう。まあそんな感じで今回は倉庫を灰にするということで行きましょうか。複数のクエストを受託した。これ何、めっちゃ話したそうじゃん。私たちを助けに来てくれたの？商人の密定には見えないし。こそこそやるのは商に合わなくてな。あんた商人に困らされてるのか？かもね。馴染みのお客さんが変わってしまったの。前はちゃんとした人だったのにすっかり悪い人に。コリントスにはちゃんとした人が少ないようだ。腕っぷしの強い人に調べてほしいのよ、変わってしまった理由をね。サブクエストか。何かされたのか？私が知らないことを聞くの。お金のことよ。どこに置いてるかとか、暗操作が何に使ってるかとか。やべえぞ。なんで当てないの貴族みたいに。暗操作に話せばいい。バカにしないで。他の人は巻き込めない。その人まで襲われるかもしれない。
俺ならいいのか？そいつには答えが必要なようだ。以前はどんな様子だったんだ？しつこかったけど怖くはなかった。宴の席でも目立たなかったのにお金をちらつかせ出したの。何かの影響を受けてるのかもな。うん、そいつの言い分を聞きに行こう。この辺りにいなければ家にいるはず。今日で終わりになるといいけど。次元かな？次元クエストかな？俺の槍を前にすれば人はおのずと本来の姿を見せる。はい、これも女を助ける。まあとりあえずあのクエストを見てみましょう。そう、槍の強化もねこんな感じになってます。あと8体倒せば強化できる感じね。燃やす。今回はこれをやっていきましょう。一体どこだ？一体どこだ？ここ？あ、ここがさっきのとこだもんね。まあちょっと歩いてみましょうか。ああ、そこね。まあじゃあ近く行くまでカットしましょうか。結構遠そうだしね。あそこね。じゃあ行きまーす。よいしょ。行こう。うわ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 。で？こんだけ？案外しょぼないか。先にちょっとあっち、こっち燃やしちゃおうか。どこ入れる？よいしょ。まあ普通にやってもいいけど、せっかくだから。もらえるものはいただいていきましょう。よいしょ。来ない？いける？殺しきれなかった。あとはもう普通に殺していくかしょうがない。怖い怖い。ほら。お前からな。前じゃねえんだよな。おお、やだやだ、近い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 。 OK。 うわ、来た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 。もしもしもし、行こう。余計のついでにやっちゃったな。まだついてきてんのかね。
やっていきましょう。使っちゃったなゲージ。別に殺さなくてもいいんだろうけど。左のやつがこっち向く前に行っちゃおう。ここだ。さあ焼き払ってやろう。おい、あんた助けてくれ。これか。どれも燃やすわよ。行け。これとか。あ、これか。消えろ、消えろ。あと2つ。消えろ。わわわ、めっちゃ燃えてるわ。いたぞ。早くしないとあいつ来ちゃうぞ、変なやつが。おいおいおい、めっちゃ寄ってきてんな。誰誰誰誰誰。かかってくる。いい声の人。かっこいい。スパルタ、スパルタの盾のマークだね。息ぴったり。やべ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 、かっこよすぎだろう。変な傭兵いたけどな、さっき。こっからやるって感じ？逃げるか。お、やる気か？おい。バトルフィールド的な感じなのかな。あ、やっぱ来てるね、来てるね、来てる来てる来てる。仲間？やってるわやってるわ。うわ、2体来た。変なところ使っちゃった。うん、話は進むか。人の戦いだな。覚悟がある。それはお互い様だろ。罪のない者たちも燃やされた。お、倉庫の中の人たちか。もう逃がした。良い兵士は命令で動く。偉大な兵士は二歩先を読んで動く。助かった。
アレクシオスだ。何者か分かれば礼を言うところだな。スパルタのブラシダスだ。コリントスでは見ない顔だな。密偵なのか。いや、スパルタの古い戦略だ。好きにや。コリンティア人の方はなんか来た後ろらしいぞ。暗操作はあちこちからヘタイラに監視させてる。暗操作か。共通の敵がいるのに意見があった試しはないな。商人か。葬ることには同意するが、やり方に賛同できない。うん。スパルタも商人の問題を抱えてるのか。どこまで知ってる？奴の武器は影響力が大きい。スパルタは同盟関係にあるコリントスを守らねばならない。それなら暗操作と協力し合うべきだろうな。彼女のやり方では商人が街中で処罰される。スパルタとしては静かにやりたい。奴をどうする？商人はコリントスを支配している。流血を抑えて排除したい。ほう。奴と手下を殺すのはあんたの方針と合わないと思うが。他の方法ではうまくいかなかった。何があった？奴の組織の幹部を捕らえた。市民を武装させもした。都市国家まで対立に導こうとしたが無駄に終わった。あとはあの首を跳ねる以外にない。それなら聞く。コリンティアの聖なる洞窟へ奴をおびき出し決着をつける。なるほど。暗操作と取引してる。彼女に雇われて商人を始末することになってる。そうなのか。邪魔な商人を片付ければ欲しい情報をもらえる。そのやりが奴に向いている限りスパルタは感謝する。俺はスパルタ人だった。だった。子供の頃タイゲドスさんから落とされ見殺しにされるまで。知ってるのか。ニコラオス将軍の息子なのか。スパルタ中が知っている。まさか生きていたとは信じられない。生き延びたのだ。俺はこれまでの時間を自力で生きてきた。そうか。スパルタ人であるかないかではなく内面がお前を生かしたんだな。母のミュリーネを探してる。暗操作が唯一の手がかりなんだ。ああ、ミュリーネか。知ってるのか。あんた、ミュリーネについて何か知ってるか。あんな悲劇を一人で背負うべきではない女性だ。あの夜にスパルタを去ったとも聞いた。誰もミュリーネを忘れていない。母はきっと忘れてほしかっただろう。ニコラウスを知ってたのか。忠義に厚い有能で頑固な将軍だ。その忠誠心の報いも受けた。最後までスパルタに身を捧げた。残念だ。死に方は聞いてるか。ああ残念だ。俺がやったんだけどな。もう過去には戻れない。故郷を追われた者はいずれ戻る。神々の試練がただあるだけだ。もっと楽な道にしてほしかった。顔を上げろスパルタ人。楽なものなどない。じゃあなブラシダス。また会おう。お前と共に戦う勇気を見せてくれ。これ話が終わった瞬間に傭兵戦になるんじゃないの。はい、2人いるよね。経験値うまま。まあ、今回はあの2人ちょっと始末しますか。ちょっとやってきます。クマさんいるけど。半分以上削れた。クマが強いんだよな。HP の減り半端ね。おほほほ。燃やすか。ちょっと二人はセコいんじゃない。あと一発。オッケー。あとはお前だけ。
おほほ。なんか来たぞ、なんか来たぞ。オッケー。オッケー、いろいろ手に入ったぞ。女か。おほ。あぶねあぶね。オッケー。ほいほい。もうちょいでたまるたまる。おいおい。おい。オッケー。32。はい、まあそんな感じで今回パートはここで終わりたいと思います。その前に一回ここからちょっと離れないといけないのか。オッケー。はい、そんな感じで。今回はここで終わって、うん、次回パートはこっちをやっていこう。あの船を追えということで、マップ的に、位置的に、結構近いね。OK! じゃあ今回はこのところで終わりたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。